テイラー作曲12の19練習曲オーパス33の2巻ナンバー9を解説していきます。メゾフォルテというダイナミクスで最初は吹いていきましょう。でこれお決まりなんですけど、スタッカートの前のスラーのこの音はしっかり短く切って演奏しましょう。ずっと一緒です。でこれブレスマークなんですけど、これなるべく早く素早くブレスを取りましょう。でこの後もずっとこのスタッカートの前のスラの音を出てください。2段目のここかなり跳躍のところなんですけど、口の中を広くして跳躍しながらスラとスタッカート交互に演奏していってください。ここも一緒です。で3段目からちょっとアーティキュレーションが複雑になってきますので、スラーとそのスタッカートのこの違いしっかり出していきましょう。ここからタラ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 、このスラーのかかっているところを綺麗につないでいきましょう。降りてくるときね、つないでいく、綺麗につないでいく。で次の段、このレガートしっかり隣り合った音を音色均等に演奏していってください。でその次の段、ここラファミレドシラソ、ここのところ響きよくしっかり息を使って演奏しましょう。ここすごい長いレガートがありますので、レガート注意して演奏しましょう。その次の段、ここのミの音少し手ヌーとして演奏しましょう。その次の小節、ここの C の音もテヌート、ここも一緒ですね、テヌートしてください。その後もこの3小節目の最初の音テヌートすると吹きやすいと思います。でこの後もずっとこのレガートを注意して演奏をしてください。かなり高低差があって難しいんですけど、口の中広くして音色、隣り合った音色を
均一にしっかり耳でよく聞いて演奏しましょう。このところクレッシェンドがあってピアノになってるのでスビートで落としてください。でここからテーマがまた戻ってきて最後に向かって演奏していきます。このレガートもしっかり気をつけて演奏しましょう。最後クレッシェンドで響きよく終わりましょう。ケーラー作曲12の中級練習曲オーパス33の2巻ナンバー9を解説しました。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。私は東京の自宅にて小竹向原音楽教室を開講しております。年齢性別問わず初心者からアマチュアフルート奏者の方、音楽高校音楽大学を目指す学生、吹奏楽部でフルートを吹いている学生など、もっとフルートが上手になりたいと思っている方はぜひご連絡ください。動画の概要欄から詳細が見れます。また Twitter、Instagram、LINE アットもありますので気軽にご連絡ください。そして YouTube のチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。